どうもお高いです今後出版物は徹底的に安いか徹底的に高いかの二極化で販売されていくって話をしていきますそう思った原因はまずこちらの本安い方の本ですねこれは2015年の不動産投資の本これは2024年度の不動産投資系の本2015年度モデルの本は本体1500円でこっちの本は本体1100円 格差は400円ですね。ただこの2015年の当時の文庫本の本っていうのは円円とか600円だったわけです。そう思うとこの本っておよそ倍の値段するわけじゃないですか物価が上がっている紙の値段の価格上がっているそうなっちゃった理由っていうのがスケールメリットは得られなくなった人口が減っているというよりは読書する人たち 本を買う人たちは減って,いるっていうのがでかいと思うんですがそれに伴ってみんなの所得も右肩下がりなわけですよね右肩下がりになったら当然スケールミネットなんて得られなくなるのは当然なんですけどそれでも安く買いたいって人は当然いるわけでだとしたら安く情報を買いたいっていう意味では文庫本化するしかないし文庫本化したらたとえ情報自体がものすごい 量だとしても多分この本だと2000円とか3000円モデルぐらいの分厚さにしないと載せきれないんですよ。だとしたらね、そんな2倍3倍払ってくれたら3分の1とかにしてくれた方が当然コスパがいいってなるわけです。で逆に徹底的に高くするっていうレベル、これはダイレクト出版の本で書店に並ばないタイプの本です。昔の本はこういう本も読んでるんですけど、 ダイレクト出版の本っていうのが95%が読みやすいだとか通勤を読みたくなるようなテクニックの塊で5%が内容なんですだね大体体感それくらいですほとんど内容としては薄いっていうことになりますところがこの分厚さよりも徹底的に価格を高くして内容を濃くした分これだけで分厚さになってるんですけどこれが1万8000円で これが2980円。これは定価の話ですけど、それだけ徹底的に高くして力を得た分、内容もちゃんといいんですよね。<laughs> ってことは、徹底的に高くした方がいい本を作ってくれる出版社と、安くてもコスパ重視でいい本を作ってくれる出版社、どっちらかっていったら人の好みによるんですが、一般的にはこういう。 徹底的に安くくしてくれてれいい情報を出してくれてるところがいいと思いますで曲振りして専門的な知識をつけたいって人はこういう徹底的に高いんだけど専門的な知識をつけられる書物を買うのがいいんじゃないのかって私は思いましたほとんどの方はこういう文庫化された本を読んでああコスパいい,いい情報載ってるなって満足できると思うんでこの情報があなたのためになったと思うのであればグッドボタンお願いしますチャンネル登録者が 一人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。